中澤裕子が見せる新しいムーブメント、世の中に新鮮な驚きを与える人がいる。無限に広がるフレッシュな世界、新しいことを創造する新しい人、フレッシュフェイシーズ。この番組は野菜にドレスを着せましょう、キューピードレッシングの提供でお送りします。フレッシュフェイシーズ in the case of 裕子中澤。家電とかスマートフォンとか絶対一人じゃ作れないでしょうっていうところから、一人ぼっち家電とかって言われますね。30歳の若さ、しかも女性一人で家電ベンチャー企業を立ち上げた中澤。きっかけは自分が使いたくなるような家電が欲しかったこと。現在デザイン性の高い家電をハイペースで世に送り続けている。家電って私は嗜好品だと思っていて、やっぱり面白いなと、買ってみたいなってそわそわしちゃうものを作れるようになりたいと。大手電機メーカーに勤めていたが専門の技術職ではなかった。理想の家電を求めて彼女は独立した。ものづくりという仕事に私も携わりたいと。できれば作りたいけど私何も技術ないなと。商品開発をするのは中澤ただ一人。技術者、デザイナーとはプロジェクトごとに契約している。新しいこと、変わらないセオリー。まあ、チャレンジするなら乗り物のところまで行きたいなと。だってあれ電気で充電できるやつでしょと。中澤にとって電気で動くものであれば家電も車も同じ。中澤はこの春超小型の折りたたみ電動バイクを開発した。どういうものだったら手に取ってもらいやすくなるかっていうのを考えて、なるべく手に取ってもらうには安いゾーンに出すことだと。で、安いゾーンに出すんだけれどもかっこ悪いデザインのものだったおっさんっぽいものとかっていうのは避けたいな。フレッシュフェイシーズ、その先は。中澤はこんな時代だからこそ泥臭いものづくりに魅力を感じているという。やっぱりものづくりの魅力って昭和の時代から変わらないものを私は受け継いで今の時代でやってると思ってるので、この先も続けていこうとは思ってますし、まだまだものづくり捨てたもんじゃないねというふうに思ってもらえるきっかけになるかなっていうのが一つですね。この番組は野菜にドレスを着せましょう、キューピードレッシングの提供でお送りしました。